バーチャルレストランという会社がジョインしました。品質が保てるっていう、ここにあるのがフレッシュジュース東京です。6000店舗、はい、うわうまそう、すごいですね。大賀、今日は僕はどこに来てるんでしょうか。優先ネクストグループです。はい、ありがとうございます。9月1日に MA した会社でバーチャルレストランという会社がジョインしまして、私は1月から副社長という形でジョインしてるんですけれども、今回は当社に来ていただいているというような感じでございます。はい、ありがとうございます。ということで今日はデリバリー特集をお送りしたいと思います。おもかおもかおもか、今日はデリバリーをカップされていらっしゃるトップ3企業さんに集まっていただいてますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。2023入ってデリバリーのビジネス、デリバリーの市場ってどう捉えていらっしゃるか。飲食店さんがやっぱこう当時そのどっちかというとやらざるを得ないみたいに、まあ、それが、イートインのお客さん増えてきた中で、まあ、かなりやっぱり優先順位が低くなって、ユーザーさんからすれば飲食店サイドの動向っていうのは関係ない話なので、今食べたいっていうものをベストな状態で届けるっていうことに対して、飲食サイドの環境変化の言い訳は通用しないので、僕はいい意味で、まあ、リセットというか、本当にそのコロナ後に あるべきそのデリバリー まあ、そのプロバイダーサイド のベースが出来上がってくるっていうタイミングかなっていうふうには思ってます。うん、消費者から見たなんかデリバリー市場に関しては、やっぱりデリバリーどんどん浸透していって、こういう若い世代だったらもう8割9割はみんなウーバーとかでないか当たり前にしてるし、消費者もどんどんデリバリーに慣れてきてるので、ブランドも多様化していって選択肢が多くなっていってるので、うん、なんか食のコンテンツを選べるっていうところが消費者にとってはめちゃくちゃ豊かになっていってるなっていうのが感じる部分で、で飲食店さんにとっては逆に言うと全体としてはデリバリー市場伸びてるんですけど、入れ替わりも激しくなっていってるし、なんか本当にいいものだけが残っていくような、しっかりとそこは明確に分かれていくのかなっていうふうに思っていて、僕2016年からこのゴーストレストランの事業を、まあ、どこの会社さんよりも早く、まあ、やってきたんですけど、消費者の方のその価値観も上がってきて、僕たちはレストランサイドからしてもやはりそれ以上超えるものをやっぱり提供しないといけないなという中で、まあ、良いものが選ばれる、まあ、多分その消費者の方もより良いものを探し求めていると。市場自体は下がることは僕ないと思ってるんですよね。コンビニエンスストアが世の中にこんなに復旧する前はスーパーしかなくて、まあ、僕のお母さんもよく言ってたんですよ、まあ、コンビニは高いけ買わんとまあでも実際はもう今それがスタンダードになっていると。多分デリバリーももうスタンダードになっている中で、まあ、よりその良いものを提供して、それが結果的にまあ市場もまあ成長するようなまあ原動力になっていくタイミングなのかなと思っています。勝つデリバリー、負けるデリバリー、やはり消費者目線であることが多分一番重要で、そのなのでやっぱりお客様に満足していただけるのお店を、まあ、きっちりと作れるのかどうなのか、運営していただける店舗さんに関してもやっぱり運営指導がしっかりできる、本部さんがなんかこう勝ち残っていくんじゃないのかなと思います。普通に言うと800円のものが配送料が例えば500円足されたから1300円というじゃないですか。でそれを高いか安いかっていうところをデリバリーのスタートだと思ってるんですよ。だからそれがそもそも僕は間違いだと思っていて、そういう選択肢がありながら頼んでる人なんてどれぐらいいるかと思ってんのと思ってるんですよ。運んでもらおうかな、やっぱ取りに行こうかな、300円だったらいや取りに行こうなんて、もう9割9分ないと思ってるんですよ。一択っつうことはへりくだる必要ないんですよ。なんかやってるサイドもそういうふうにへりくだっていくんで、いや高いでしょうっていう、やってるサイドは一番自分たちのやってることに誇り持たなくちゃいけない人間がなんか配送料つけちゃ悪いしなみたいな、それがね市場をチープにしていくと思ってるんですよ。2017年に日本で本当初めてローストビーフのお店出して、まあ隣の隣のお店で出されてるそのオーナーさんの商品店頭で800円で売ってるんですよ。僕たちも利潤を得ないといけないので、それ倍で売ったんですよね。いや河野君もそれはやりすぎだよと、もうむちゃくちゃ言われたんですけど、要するにその時の市場に関してはもう全くそんなの運んでくれるところがないんで、やっぱりむちゃくちゃ売れるんですよね。なので僕たちのこの事業の価値提供っていうのは、まあ美味しいものを届けるというのと、多分時間をお金でなんか買わせていただいてるっていうのは本当にあって、一方で高いというやっぱりお声もある中で、
あの急激に多分市場って高い値段は取れないので、はい、まあ、徐々に徐々に倍価はあの上がっていくのが僕はもうなんか、うん、通常の流れになってくるんじゃないのかな、はい、結構消費者って今デリバリーに対する期待値ってめちゃくちゃ高いじゃないですか。消費者たちと意識を変えるってめちゃくちゃむずいなと思ってて、うん、彼らの意識に合わせてサービス提供するしかないっていうか、デリバリーに向いてる商品とか結局この期待値に僕らもこう無理やり合わせていかなきゃいけない。だって配送料300円くらいで無理だよっていう世界じゃないですか。こんなわがままですら解決するものを持ってるとかやっぱり選べるようになるじゃないですか。です、ね、うん、技術開発の世界だと思っていて、ね、あの冷めないとんかつ油とか、うんうん、冷めない包材とか作れれば、うんうん、こんなわがままも解決してあげれると思うの で、ね、問題解決事業なんだと思ってると当然高く取るべきだと思ってるんで、ラーメンってすげえこう今食いたいっていうのの代替策ないんですよ、うんうん、なんかそこをちゃんと自分たちの領域だっていうふうに捉えて狙いに行くのは僕あれだと思うんですよね、うんうん、技術開発を伴って勝ちに行くと相手のわがままにもびっくりするで答えてるし、すげえ勝てる世界かなと俺はね、うんうん、思ってて思うか。三社さんの商品が今ここデリバリーとしてですね納品されまして、解説をいただきながら食べてみてっていうのを実際に体験したいと思います、はい、じゃあまず飲み物から。ここにあるのがフレッシュジュース東京です。そう、まあそうですよね。大丈夫ですか？大丈夫です。そう、台湾ってもうドリンク4代目って言ってて、僕らまだタピオカで多分日本って止まってるんですけど、台湾の人ってもうフルーツをタピオカみたいに飲むみたいなのが今流行ってるんですよ。パニックみたいなのをこういうクラッシュしたナタデココとあの炭酸とかを割って一緒に楽しめる、だから本当に飲む果肉みたいな形で、それをフルーツティーと割いて楽しめるジュース、ストローにちゃんと入るような寸法に、なるほど、あのもう工場でちゃんと全部カットされてる。どうですか？おいしい。おお、太鼓判うまい。うん、どれが一番売れてる？すごいバズったのが飲むチーズケーキっていうブランド。じゃーん、はい、これはですね、はい、唐揚げの次に考えたのが韓国チキンでして、この箱はまあオリジナルの箱になっていて、まあ、揚げ感とか食感とかあと温度とかあと湯気の抜け方とかいろいろ研究したんですね。品質が30分後保てるっていう形で作ったものです、うん、うわーうまそう、すごい、すごいってザクザクっすね。思ったよりうまいっす。思ったよりうまい。届いてもサクサクっていうところが、うん、技術開発ですね、うん、これ、うん、これはとんでもない生姜焼きとんでもないちょっとダジャレっぽいんですけど生姜キャラ可愛い。これ商品開発するときに多分50社ぐらいの生姜焼き食べてちょっと今あの嘘です、これは負けないようなタレを開発して、はい、作りました。ぜひぜひ。ぶれないからいいですよね。ぶれない。いや、マジうまい、うん、マジでうまいです。いただきます。やっぱちょっとご飯がちょっとどうしても欲しくなっちゃうっていうね、うん、やっぱデリバリー捨てたもんじゃないな。いや皆さんサラダチキンといえばやっぱコンビニのサラダチキンイメージされると思うんですよ、うんうんうん、正直あれパサついてないですか？低温調理 で塩麹でもみつけをしていて作った、あのサラダチキンなんですけど、うん、めちゃくちゃ柔らかいです。あ、ブロッコリーも一応軽く醤油でを。あ、いいじゃない。あのチリソースとかディップして食べやすくなったりするんですけど、もうこれお店様で調理とか何もないんですよ、うん、これで出来合いで納品されるんで、うん、あ、それ溶かすだけ？あ、そうですそうです。へえ、うん、おいしい。めちゃくちゃしっとりしてますよね、うん、冷凍でこのクオリティなんで、これ冗談抜きで10社ぐらい本当に工場から全部みんな出してもらって、うんうん、で最終的に選ばれてるんです。カロリーもないんでマジ痩せるし、じゃあ最後デザートもアイスクレープっていう。アイスクレープ、そうです。で上にこのブリュレをこう炙って食べるんですけど、これ全店クオリティもうみんな一致なんですよ。出来合いの状態で冷凍で納品されるんで、なるほど、炙ればいいだけど。そうです。でちょうどあのデリバリーの時間で程よく溶けて、うん、ちょうどお客さんの元に届いたら一番食べ頃の時に届く、うん、届いた、うまこれカロリーゼロだね。間違いない、痩せるに決まったぞこれ。これ嬉しいね。これ嬉しいですよね、うん、独自性強い。ちょっとあのクレープをくれないようにお願いします。おもが業界トップ、いや、まあ、トップがどうか分からないんですけど、手軽さんの話聞いていきたいと思うんですけども、はいはい、アカウント今6000ちょっと6000店舗、はい、流通額でいく
ると、はい、今だいたい5億ぐらい、5億ですかね、はい、月5億デリバリーお金が動いてるんですか。それがだいたい20万オーダーぐらいは今で、海外もこのビジネスモデル持っていってるじゃないですか。そうですね、海外は今2017年度にあのシンガポール、うん、イートインとデリバリーができるお店を出して、うん、シンガポール今3店舗ですね。昨年にあのニューヨークにイートインとデリバリーができる複合体を作ったっていう形ですね、うんうん。シンガポールハンバーグ食べたことない人が2017年僕たち行った時って多かったんですよね。もともとあっちの人ってこう中身が分からないと怖いっていう、ね、あ、もう本当おっしゃる通りで何の肉か分からない。いや、そうなんですよ。今シンガポールではハンバーグに使われてます。わあ。ニューヨーク、台湾やられてるところってそのデリバリービジネスの事情って どんな感じなんですか。日本が多分デリバリーで結構その後進国っていう風に世間一般では思われてるんですけれども、日本よりも海外の方がまだまだその市場は大きいかなというのはちょっとありますね。両立もまあ本当に安いです。まあ、手数料の分ですね、はい、アメリカとかだと、うん、外食の市場規模とデリバリーの市場規模って どんな感じ。 7% 8% ぐらいまではいってるので、日本のまだデリバリーの市場規模というのはまだまあ 3% いってないぐらいなので、まあ、これからまだまだまあ伸びるんではなかろうかなと僕自身も思ってます。都市部に関しては、はい、もうすごく需要と供給が今マッチしてる段階だと思うんですけど、一方まだやはりその地方に関してはあの広めていきたいなっていう部分はございます。加盟されたい方は概要欄貼っておきますので見ていただきたいと思います。あ、出るんですかね、ここ。若は2回目の登場でありがとうございます。ありがとうございます。いつもありがとうございます。今何アカウントぐらい？1800ぐらいですかね。1800店舗ありますよ。はい、メイン業態は相変わらず揚げたてですか？そうですね。韓国チキンも売れてますし、ハンバーグとか海鮮丼とか、オムライスとか、はい、初心してイートイン そのオペレーションを崩さないというのがベースで、できるだけ簡素にやってるんですけど、まあ、今トライアルでも1年半ぐらい自分たちでその専門店でのデリバリーをやっていく中であのノウハウができたので、デリバリーの市場ってお客さんの住んでる場所、特にいる場所から、まあ、その半径何キロみたいなのが証券になるんですけど、うん、はい、ここに書いた円の外に住んでる人たちを拾えなかった世界観があって、その飲食店をその拠点にしない考え方になった瞬間に、まあ、出店場所って広がるんですよね。移動型のデリバリー店舗を多かったの、はい、でそれを、まあ、特に駐車場とか空いてる場所にこう出していくような、はい、リーシング会社と一緒に組んでスキーム作って今やっていて、おあとそれを商業施設の駐車場には入れていこうかなと思っていて、でこのモデルは結構革新的で、まあ、飲食 FC でいうととにかくもう出店場所がないっていうのが一番の問題だし、まあ、投資回収が、まあ、1回箱借りてそこに内装貼り付けて剥がして帰らなくちゃいけないっていう世界じゃないですか、はいはい、で今回の移動型のやつってもう出来上がったやつ持っていくだけなんで、うん、下手したら開業費ゼロみたいな、初月から黒字になるし、まあ、投資回収 0.5 ヶ月みたいな、これからまた新しいデリバリービジネスを生、ね、み出していくということで、はい、楽しみにしております。事業がすごい僕自身がもう本当に食文化のインフラになるなと思っていて、めちゃくちゃこれ可能性あるし絶対世の中にあった方がいいし、消費者とかが夜の遅い時間とかにいろいろ頼めたりとかするのができる時代を作れるなと思って、それをもうマックススピードで加速させるっていうところで、まあ、顧客基盤のすごいこう持っている優先さんとっていうリソースがあるっていうところで、すごい宇野さん筆頭にビジョンにすごい共感してもらって、そういう世界を一緒に作ろうということでトントン拍子で今回、はい、話に進みました。今はもう優先グループの皆さんが、はい、営業強いよね。いや、まあ強いですね。飲食店開業するときは必ず優先の機会を入れるわけですよ、はい、ってことはみんな紹介できるってこと、ね、そうですね。えぐ、安心安全で美味しいものを出すというところにやっぱり僕はすごい大事だと思っていて、消費者がみんな食べてみたいっていうものを僕らがちゃんと考えてそれを作っていく、商品自体を誰でもこうムラなく作れるというオペレーションであったり、日本の最新技術とかを活用して食のこういう進化みたいなのをさせて安定したクオリティでまあ提供していくというところに戦略絞って一気に拡大していきたいなと思ってますね。学生企業から一気にここまで、はい、おもか
デリバリービジネスをさらに良くしていこうという、はいはい、あの思いをもとに日本デリバリー協会が立ち上がりますと。もう消費者の新しい価値を作れてるんだろうなと思ってまして、今までは実現しなかったものが技術開発テクノロジーによって解決した世界観なので、やっぱりその既存のものをから新しいものに変わる瞬間って必ずいろんな圧力が起きて、これからなんだかんだいろんな問題を解決しなくちゃいけないと思うんですよ。企業一社一社が立ち向かうというよりは、まあ、このデリバリーっていうことに関わってるプレイヤー全員で、今から僕らがその当たり前を作っていく共通課題を解決するっていう働き口のことをあのスタートしたっていう背景があります。はい、ぜひデリバリービジネスをしっかりこう作り上げていく協会でございますので、はい、ご興味ある方は問い合わせしていただければと思いますのでよろしくお願いします。おもかおもかおもか優先新卒から入ってバリバリ本業やってきた人がまさかのバーチャルレストラン入り。14年間私優先入社してずっと飲食店のこう外食向けの営業をしてきたんで、まあバーチャルレストランをより伸ばしていくためにまあ飲食店のことを知ってるメンバーっていうのはやっぱりジョインさせたかったっていう会社の思惑があるんじゃないかなというふうには思ってます。活性化されてる組織なのでなんか私も楽しいなと思って。行きましょう。今日の経営論ババン。自分の周りに優れた人を集めること。恥ずかしいありがとうございます。はい、これはですね、あの当社のグループトップのですね、安秀さんのお言葉 で幹部育成をしていこうみたいなコース、M コースっていうのがあったんですけど、こういろんなこうカリキュラムを学んで、いや私全部できないなって正直思ったんです。その野さんが言ったようにですね、自分の人間力を高めることによって自分ができないことを埋めてくれるような優秀な人を周りに味方につけていくっていう力をまあ育てていくことっていうのが一番大切なのかなと思って、まあ、飲食店の皆さんもそうだし、まあ、いろんな方とですね、なんかこう仲間になっていきたいなというふうにはあの思っているっていうのが今日の名言かけになります。そういう長澤ちゃんも天君に集められたわけだもんね。そう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 、ね、そう吸い寄せられたかな。吸い寄せられたこれからの2023年以降のデリバリービジネス楽しみですね。はい、楽しみです。はい、ではチャンネル登録お願いします。お願いします。今日は以上です。バイバイ。ありがとうございます。おもんか。チャ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 ンネル登録。チャ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 ンネル登録。